つですね。どうもこんにちは、ピジマヤです。今回ですね、第309回目ということで、今回ですね、結構まあ、新しくはないんですけれども、309回目ということで、ミラージュの、ボリューム3になるのかなのご紹介でございます。パトリック・クンさんプロデュースのですね、トランプでございます。かっこいいので、近くで見ていきましょう。ミラージュ。はい、ということで、近くで見ていきましょう。まあ、ボリューム3ということで、最初は、何色？青っぽい色。で、次が紫。で、今回のブラックっていう感じですね。まあ、ボリューム1を持ってなくてですね、ボリューム2もパトリックさんご本人がいただいてですね、今回初めて自分で購入してみました。まあ最初からなんですけど、とってもねかっこいいデザインで、あとね個人的にここのねシールがねかっこいいね。ちょっと動画だと伝わりづらいですけれども、ちょっとプラスチックみたいな感じで硬くなってて、でシールはねなんかキラキラしてる赤みたいな感じでね、うん、ちょっと伝わりづらいかな。はい、でデザインはこんな感じで、裏にミラージュブレインコールズって書いてありまして、これはですね一応情報がね下に書いてあるんですけれども、パトリックさんの P ね。でこちらメイドイン台湾製のトランプになっております。それでは Here we go。 このねガリガリできます。ここら辺をねオープンヌ。はい、こんな感じでございまして、まあ箱はまあ普通というか中はこれね、ないですね。で表側はですね、キューッとちょっと最近はちょっと簡略化するんですけれども、まあ絵札とかのですねデザインとかがなんかちょっと違いますね。こんな感じで、こんな、あ、まあ、こんな感じで赤と黒のですね、色合いはバイシクルとかと一緒なんですけど、絵札がねちょっとこんな感じでね変わってます、ね、これダニエル・マディソンさんのデックであったよね、こういうのね。こんな感じインスパイアされてるのかな、わかんないけれども、こんな感じで絵札がちょっとね変わってるっていう感じでございます。でジョーカーが2枚入ってて、まあ、これはボリューム1ボリューム2と一緒っていう感じですね。色合いとかもそんなに変わってないっていう、そんなにというか全然変わってないのかなっていう感じで、でスペードのエースがこんな感じで、はい、メージって書いてあります。でジョーカーはですね、はい、こんな感じで両方とも一緒なんですけど、地味にね天地があるので気をつけていただこうかなと、いただいた方がいいかなと思います。はいね、地味にねあります。セイヤ裏でございます。デザインはですね、ボリューム1から変わってはいないんですけれども、ほんと色だけっていう感じですね。で今回はブラックなんですけれども、まあ、箱がめっちゃブラックで濃いのかなと思いきやですね、まあそんなに濃くはない黒っていう感じですね。どちらかというと結構灰色に近いんじゃないかなと個人的には思いますね。で、広げてみるとこんな感じでございます。はい、デザインもこんな感じで、かなりね、かっこいい感じでございますね。はい。で、質なんですけれども、結構柔らかめのトランプかなと思います。で台湾製の独特なヌメヌメ感がちょっとあるんですけれども、他の台湾製に比べたらですね、個人的にはヌメヌメがちょっと少ないんじゃないかなと思いますね。なんかバイシクルと台湾製のやつを足して2で割ったみたいな感じがするかなと思います。ただちょっと柔らかめなのでね、個人的にはもうちょっと固めがいいかなと思いますね。個人的意見ですけど、てか好み。まあヌメヌメは少ないって言ったんですけれども、やっぱりね夏に触るとちょっとだけね、やっぱ台湾戦独特なヌメヌメ感が出るんじゃないかなと思いますね。まあ少なめではあるんですけれども、はい。で滑りの方はね結構滑りますね。サラナサラでございます。はい。で厚さは多分ねバイシクとかと一緒っていう感じですかね。でファローはかなり入りやすいと、ビュービュービュー、あれ今微妙だけど、まあ入りやすいですね、あれに比べたら。で、こういうデザインなので、まあ、カット系だったら、あとはディスプレイ系のね、フライシューも両方入るんじゃないかなと思いますね。デザイン自体がね、かなりかっこいいからね。ぴょん。あ、落ちた。でもやっぱりちょっとヌメヌメするかなっていう感じですね。ちょっとクーラーの下だとかなりきついかな。うん。クーラーがないときつい。台湾戦関係なく全部だ。はい、ということで今回はミラージュのですね、なんか生まったけど、ボリューム3のご紹介でございました。結構安くて1個1300円とかそれぐらいで買えましたので、もしよかったら Google 先生とかにね、尋ねてみて興味ある方は買ってみてもいいんじゃないかなと思います。あとパトリック君さん好きにはね、まあ、ファンも多いと思うので、ぜひ、全買ってもね、いいんじゃないかなと思います。ということで、もしよろしかったら高評価、取れなかったらチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ということで、バイバイ。デンデクデン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